にしては出てるけど、ね、あー、ほんとあるじゃないですか。ジライヤさんでテイクアウトしてきた、はいはいはい、この拳大の僕はちょっと今日調理するんで、はいはい、それはね、すごい料理が得意なんでね、食べてみよう。ってなってんのよ。ですよね。こういう風にすれば全然水吸わせるね。はい。でもある店主さんね、これでも何に使うかっていうとね、臭みとか取る方法とね。これ潰れてたらもうね、一気にね。ああ、そう、確かに。なるんですけど。だいぶです。ああ。切って、ジュース。いや、すごいですよね。あ、まあ、クタだったらもうちょいやってもいいかもしれないですね。まあ、動画のこの再生数、再生時間からすると、13分煮込んでおりますね、今ね。おー、長っ。さあ、来た。さあ、来た。さあ、来た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 。いいね、よいしょ。うわー。よいしょ。よいしょ。うわー、いいね。うわー、来た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 。ねえ、これいいよ。あれはバッテリーが。いい感じの期待です。あ、美味しそうな匂いが。今できますか。あー、でも目分量でいい。あー、はいはい、こんな種類。すごいな。ごま油。おー、入れるんだ。あ、入れるね。あ、うわぁ、いった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 。おー、いったね。この撮影の仕方をね、さあ、テイスティング。さあ、どんな。おー、まとまってきたね。おお、ま、さあ、麺が来ましたぜ。一つが 130g。 はい、これね、ワンポイント。ワンポイント、はい。ちょっとギュッとやったら、縮れるっていう。えっ、うわ、っていう気がするんですよ。気がするんかい。あはは。いやでもこれ、市販で売ってる。痛い。よいしょ。ね、うちはこれです。さあ、来ました。さあ、来ましたよ。さあ、湯切りだ。はい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 。よいしょよいしょよいしょ。さあ、返しだ。あ、いいね。これが返しだ。入れた入れた。いい感じに貼ってて。確かに確かに。やるときはね、ずるずる。そう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 。マジでこれした方がいいですよ。さあ、一応練習超えてくるのか。さあ、わあ、はい、あ、これですか。これいきます。ここマシマシやってるお店ですか。まあ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 。あ、じゃ一応全部マシマシで。全部マシマシ。はい、お願いします。うわー、きた。マシマシだな。すげえ。マシマシだな。盛り方がひばりが丘重要に似てます。あ、そうなんだ。いいね。豚ましししてるんで。あ、なるほど。豚まししてます。さあ、入ってた。豚ましだね。すごいですね、これは。また来ました、オリジナルの。これはネギです。ネギですか。はい。さあ、これだ。わあ、これはすごいぞ。完成ですか。うわー、着弾。はい、いただきます。いただきます。これね、うん、なんかうまっ。結構好きよ、ごま油の、うん、あ、うめっ。まあ、ちょっと甘めですけどね、だいぶ、うん、本格的。顔が半分しか映ってないけど、喉乾いたな。うわ、コ
こんなんいつ作ったこんなん超冷えてるじゃん。おー、いった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 、いくぞ。うわー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 、あら、うわ、うまそう。完璧、黄金比率で。いってください、もう。いった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 、うまそう。うまっ、ビールうまい。家でラーメンを食べるといえばですね、はい、レアエナジードリンクをね、ちょっと出さずにいられないということで。そうなの。見て、これレッドブルですよ。レッドブル、レッドブルの小豆色のやつ。何味だと思う、これ。プルーネキャンネーレですね。プルーネキャンネーレ、これ日本で売ってないやつだから。これいつからありました、冷蔵庫に。それがご想像に。え、ついにこの日が来たということでね、ちょっと飲んでみますよ。あー、そっち。はいはい。なになに、そっちだです。じゃあどうぞどうぞ、もう好きな方は。いや、大丈夫です。え、じゃあ僕もね。まあまあ、こんなは変なグラス。ありがとうございます。いただな。うまそうに飲まないな。家でラーメン作ってね。うん。酒を飲んで。いや、至福の時だね。年取ったなって思うよね。はい。ごめん。よいしょー。もちろんでしたWe'll be right back.